フリーメイソン。フリーメイソンとは18世紀初頭のイギリスから始まった友愛団体です。起源は中世のメイソン石工のギルドにあり、彼らは町から町に自由に移動して働きましたが、その際独特の印や合言葉によって行く先々のロッジに宿泊を許されたといいます。しかしそんなフリーメイソンなのですが、世界最大の秘密結社と言われてもいるのです。こんにちは、藤吉田です。今フリーメイソンの謎についていくつか動画を作成しております。今回はその第1弾の動画でフリーメイソンの概要について解説いたします。ぜひ最後までご視聴お願いします。もちろん当チャンネルでの見解ですので、一説のエンターテイメントとしてお楽しみください。それでは行ってみましょう。歴史上の有名人物を輩出した謎の秘密結社。今から約300年前にとある組織が立ち上がりました。その団体とはズバリ世界最大のや世界最古のといった形容詞が冠につく謎の超巨大組織フリーメイソンです。まず皆さんがフリーメイソンと聞いてまず連想してしまうのは秘密結社だと思います。しかし現代のフリーメイソンは少なくとも表向きにはいわゆる秘密結社ではありません。何しろ今ではその会所であるロッジの所在地も、地域のトップであるグランドマスターの氏名も、そして一部の儀式まで公開されているからです。本来秘密結社とはその存在自体世の中で噂にもならないものです。ましてや集会場所や入会メンバーに至っては情報が出回ることはありません。それに彼らはアメリカだけでも毎年8億ドルを慈善事業に注ぎ込んでいる友愛団体でもあります。友愛団体と言うとよくわかりませんし少し怖い感じがありますが、同じ思想を持つ者のコミュニティ団体みたいなものなのです。さらに会員数は一説によれば全世界で1000万人にも及ぶといいますが、そのほとんどが自らがメイソンであることを隠すことすらしていません。そういう意味ではフリーメイソンはいわゆる秘密結社とは言い切れないのです。しかも18世紀初頭の近代フリーメイソン創設以来、彼らは一貫して真実で善良な人間となることを求め、宗教的には愚かな無神論者にも非宗教的な自由思想家にもならないことをモットーとしてきたとされます。宗教を超えた特性による人間性の完成こそがメイソンの目的であり、会員に対しても民族、階級、社会的地位、宗教による差別など一切設けることなく、政治的には世界市民的博愛、自由、平等の実現を目指してきたというのです。こうしたことからその成功は宗教に関しては寛容、政治に関しては自由を求めるものとなります。発足当時としてはその時代背景もあり少し異質でしたが、現在では当たり前ともいえるこのような先進的な思想でした。しかし当時は歴史上彼らがしばしば教会や政府から弾圧を受け、陰謀団体や革命組織として危険視されたのもまた事実なのです。特にカトリック教会が絶大な権力を持っていたフランスにおいては、その活動は実際に秘密結社的にならざるを得なかったといいます。メイソンが陰謀を企てる秘密結社として語られるのはもっぱらこのような経緯によるところも大きいのかもしれません。では実際にこの結社にはどのような人々が属していたのでしょうか。何しろ
古くから存在する結社であるから、著名な会員を挙げればそれこそキリがありません。18世紀の王族では、プロイセンのフリードリヒ2世やオーストリアのヨーゼフ2世、音楽家ではモーツァルトやベートーベン、文学者ならかの文豪ゲーテやスウィフト、科学者なら進化論のチャールズ・ダーウィンの祖父エラズマス・ダーウィン、その他にもいろんな著名人がフリーメイソンのメンバーだったと言われています。特にモーツァルトはフリーメイソンのための創造音楽、無限なる宇宙の創造者を崇敬する汝らがなど、そのものズバリのメイソン向け音楽を多数作曲してるほか、オペラの代表作マブエにおいてはフリーメイソンの秘技を公開してしまっているとも言われています。またベートーベンの最高傑作である交響曲第9番歓喜の歌の作詞者詩人シラーもやはりフリーメイソンです。フリーメイソンによって作られたアメリカ合衆国。メイソンの有名人が歴史上最も重要な役割を果たした国といえば、あの超大国アメリカ合衆国でしょう。1776年に採択されたアメリカ独立宣言の起草に携わったベンジ・ヤミン・フランクリン、トマス・ジェファーソン、ジョージ・ワシントンの3人がフリーメイソンであったことは有名ですよね。一説によれば、この宣言書に署名した56人のうち53人までがメイソンであったと言われています。さらに初代大統領ワシントン以下、アメリカの歴代大統領の中には知られているだけでも16人のフリーメイソンメンバーがいます。まさにアメリカという国はフリーメイソンによって作られ、動かされている国と言っても過言ではないでしょう。このように見ていくと、確かにメイソンは人類の歴史に陰ながら大きな影響を及ぼしてきたと言えます。しかしそれはいわゆる陰謀論的な歴史への干渉もさることながら、人類史の流れに影響を及ぼすような傑出した人々を数多く会員の中に抱えていた結果、結社自身がそのような影響力を備えるに至ったという方が正しいのかもしれません。そもそもフリーメイソンという言葉は本来はその会員を指す言葉であって、結社の組織自体を言う場合はフリーメイソンリーという用語が用いられます。しかし日本語ではすでにフリーメイソンを結社名とする用法が慣例的に定着しているだけに過ぎないのです。いかがでしたでしょうか。フリーメイソンは当時最先端の知識者が集まるコミュニティだったので、国を動かす人物が多く入っていたとしても不思議なことはないのです。しかしそれでも世界的有名な秘密結社として知られているのには、その成り立ちや起源がまたミステリアスだからなのです。次回はその起源説を動画にしてみたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、いいねボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。